東インド会社カレッジは1806年に設立されたイギリス東インド会社の行政職に就く者たちの教育訓練施設。現在のヘイリーベリーカレッジ。このカレッジの設立にはイギリス東インド会社の会長で庶民委員議員でもあったチャールズ・グラントが密接に関与していた。当初、仮にハートフォード・キャッスルに開設されたこのカレッジは 近傍のハートフォードヒースの敷地に新築された施設へ1809年に移転した。その設計に当たったのはロンドンのナショナルギャラリーの設計を手掛けた建築家ウィリアム・ウィルキンスであった。1856年、それまで有力者の指名によって任命されていたインド高等文館が公募競争試験による採用に切り替えられた。1857年にインド大反乱が起こると、 イギリス政府は1858年1月にインドの市政権を東インド会社から引き継いで直接統治に乗り出しカレッジは閉鎖された。1862年にカレッジはパブリックスクールとして再開しヘイリーベリーと称するようになり1942年にはインペリアルサービスカレッジと統合再編されヘイリーベリーインペリアルサービスカレッジとなった。 1980年代以来、カレッジは、驚愕のインデペンデントスクールとして運営されている。ありがとうございます。